雑賀喜左衛門。去年12月 K-1 に復帰、大阪府出身。2009年のプロデビュー以来 K-1 マックスやクラッシュでキャリアを積んだ。2012年以降はさまざまな団体を渡り歩き、総合格闘技のリングにもチャレンジした。格闘技を僕が始めた理由っていうのは K-1 なんで、僕はやっぱ K-1 っていうものにやっぱり思い入れがあるんで、それでやっぱ K-1 に最高は戻りたいなとは思ってましたね、ずっと。はい。30歳を過ぎ、己の格闘技キャリア最終章として選んだ K-1 のリング。復帰戦の相手は第2代 K-1 スーパーフェザー級王者の浦部宏隆。元王者相手にどんなファイトを見せるのか注目されたが、第2ラウンド、浦部からローブローを受けてしまい、試合続行不可能に。不本意な反則勝ち。不完全燃焼っすよね。ちゃんと作戦通りペース進めてたんで、あの試合は腹筋的以外は特に問題ないなとは思ってましたね。はい。屈辱的な結果となってしまった9年ぶりの凱旋試合。あれから1年、喜左衛門は思い出作りのために帰ってきたわけではない。この9年間で背負うものができた男の生き様を見せるために帰ってきた。昔は僕は本当イケイケやったんで、ほんまにもうガンガン遊んで、ワンワンシャンパン飲んで、うえ2日目になって、もう朝起きて2日やとか飲んで練習して、あ酒抜けた思って、また朝酒飲んでみたいな、もうそういうの繰り返しっすよ昔はね。で今はもう真面目な生活送って、子供だったり周りのその支えてくれてる自分の母だったり応援してくれてる人のためですね。そのモチベーションでやってるって感じですかね。だからそれがまあ自分のためになるんで、結果的にね、はい、ベルト狙ってやってますね。でやっぱりこうやるからにはやっぱ一番になりたいですし、チャンピオンになってそのベルトを持ってお世話になった人にこうどうぞっていうか、お巻いてくださいよってしたいですね。さまざまな人生経験を経て K-1 に戻ってきた喜左衛門。今の自分を支えてくれる人たちへの感謝の気持ちを己の拳に託す。まあ、知名度はすごくある選手で、まあ、ファイターとしての印象はないんで、まあ、いきなりこうやって K-1 の今の K-1 に戻ってきて、まあ、いい思いはさせないぞと。シューティングスター久村修平。こちらも大阪府出身。2018年22歳で上京し K-1 グループに参戦。空手仕込みのセンスと打ち合いをモットーとする激闘派ファイターとして頭角を現す。2019年6月には K-1 スーパーバンタム級世界最強決定トーナメントに参戦し第3位に。フェザー級に階級を上げてからもアグレッシブな戦いを続け、今年5月には K-1 フェザー級王者椿原達也と対戦。久村は王者相手に互角の試合運びを見せるが、惜しくも判定に涙を飲んだ。通用する部分も全然あったし、逆にやっぱここはうまいなとかっていう部分はあったんですけど、特になんか大した差はないなっていうのはあったんですけど、アグレッシブな戦いでアウトボクシングの椿原選手を倒しに行くっていう戦いができなくて、まあ勝ち負けよりもいけなかったっていうのが
一番悔しかったです。王者椿原と拮抗した戦いを見せた久村。今回地元大阪で先輩との戦いに闘志を燃やす。ファイターとしては特に印象がないんで、今の K1 でずっと戦ってきた僕が旧世代の K1 の選手ですけど、まあ、今の K1 はこういうもんだよっていうのを僕がリングの上で教えたいなって思います。まあ、相手も地元の先輩なんで、地元からこう K1 の大きな舞台にまあ羽ばたいていった人間がこうやって大阪で地元対決をするっていうのは一つ運命的なものを感じるんで、僕が今回しっかり倒して、まあ、気持ちを追ってやりたいなって思ってます。大阪すごいいいですけど、大阪でも東京でも福岡でもどこでも一緒です。僕からしたらそのただ自分の試合をしっかりして勝つで、相手別に誰とか関係ないんで、もうこれまあ本当大変申し訳ないですけど、相手どっちでもいいんですよ。自分自身、自分とのもう戦いかなって思ってますね。スーパーファイト K1 フェザー級雑賀喜左衛門 VS 久村修平。